はい、おはようございます。すすきの YouTuber のたまさまです。今日はですね、ちょっとネットでもね噂になっているこちら、ペヤング焼きそば背脂マックス、はい、こちらをね作って食べてみたいと思います。結構ネットでのね評価はいいのでね、すごい、期待します。で、価格も普通のやつよりちょっとねお高めの感じの値段なので、はい、美味しいんじゃないかと期待していただいてみたいと思います。ではお湯を沸かして入れてみますね。はい、でね、中取り出してみました。こちら火薬ですね。結構こう豪華ですよね。ナルトとかシナチクとかね、ネギが入ってます。そしてこちらが背脂ですね。これね、蓋の上で温めてこうね、ドロッと中に入れたいと思います。さあ、もうすぐね、ちょっと3分経ちます。3分経ったら湯切りして食べてみたいと思います。はい、というわけで3分経ちましたね。はい、というわけで湯切りしてきましたね。ちょっとこういう感じです。見えるかな。はい、こんな感じです。はい、なんか匂い的には本当なんかシナチクとかナルトとか入ってるから、なんかラーメンっぽい感じがしますね。焼きそばっていうかラーメンっぽい。はい、で、セアルバラを入れます。はい、ここにドアと、はい、白と黒のねコントラストのすごい美味しそう。匂いがすごいです。でもね、この油感がすごい超油感すごい。もうね、これはもうバッコリバッコリですよはい、こんな感じでできました。いただいてみたいと思います。いただきます。このソースの味とこの油感が結構いい感じですね。美味しいです。なんとなく感覚的にはなんか油そばっぽい感じ。はい、ナルトも入ってるしねなんかそれを意識した感じはありますよね。なんか美味しいです。はい、でここでいろんな YouTuber さんがね、あのアレンジしてたんで、僕もちょっとあの物足してアレンジしたいと思います。僕はこちら、でん、粗挽きガーリックパウダーね。これをやっぱ油物にはこうガーリックパウダーがねすごい魔法の粉と言われる感じだと思うんで、うん、まさにこういう感じで振ってみました。これでいただいてみたいと思います。おう、うん、うまい。うん、いいね。アクセントが効きました。うん、うまさ倍増です。はい、というわけで本日はペヤングの背脂マックスいただきました。思ってたよりも美味しかったですね。そして僕のねオリジナルであのガーリックパウダー入れたんで、もしねこれもね試してみたい方がいたらやってみてくださいね。さらに美味しくなると思います。
はい、本日は以上でした。すすきの YouTuber たまさまでした。またね。